じゃあ始めようか。何割か。濃度何パーセントだったら覚えてる。66とか7とか。そうそう、温度上昇がそれだけ、水分飛ぶのに時間かかっちゃうってことだけなんですね。はい、なかなかそう感じすな。105度で、火を浴びせばいいんですよね。自分は105度で中火ぐらいにしてます。弱火にするとなんかちょっと、なんだろう、前みたいにぐちゃぐちゃになっちゃって、水分だけ飛んじゃって、うまくいかないかなと思って、できるだけ早くしたくて、中火にやってます。適度に火力はあって、なんか温度上昇はもうそのまま続けちゃう感じですかね。ああ、流れでこう、パーっていっちゃう感じはいいですね。完成品なんだけどさ、いつだっけ、お祭り。27日晴れるといいね。そうですね。晴れるかな。なんかまだ台風来てるから。いや、嫌なこと言うなよ。郵送と卵白とグラニュー糖ぐらい。これ膨らむんだよね。3つ混ぜたんだ。自分も120で行きました。この重曹のやつを入れて、泡が消えたかなっていうぐらいのタイミングで入れればいいんですよね。自分らもそうしてます。泡がちょっと消えたかなっていう感じの時に、じゃあ今いきます。スタート。どれくらいまで混ぜるんですか、これ。これはその底が見える、一瞬見え混ぜてると、そこが見えるぐらいのタイミングがあるんで、はい、それぐらいのタイミングで、あ、クリーミーね。はい。あ、少しでも、あそこが見えてきた。お、来た。もう、え、こっちもやっちゃえばいいですか。こんな感じ。結構、まだ緩い感じですね。手応えあるの。結構混ぜてても、いいですね。いい感じですね。でもちょっと膨らみすぎてる感じがするような気がする。メロンパンみたいな。あ、メロンパンね。割れ目ができると。美味しそう。あ、でも今回いいんじゃないですか。今回結構皆さん。これは多分この3人の中で一番締まったって気になってるの。冷やしてるの。これ冷やしてるのは。冷やしてるのは、これでちょっと今からこれ外すので。固めてる。一回冷やして固めちゃうんですよね、確か。はい。でそれを溶かしてつるっとお玉から取り出すっていう形で。これで60秒くらい。そうですね。結構冷やします。ちょっとそうですね。完全に固まりきると崩れちゃうんですもんね。そうですね。はい。でそれを玉から外すために。温めて、そうすると、そこを溶かして外しやすく外れるって。コツあるの何か。なるべくこう、外側を溶かしてあげれば、どうして。よく下、そこばっか温めてると、そこが焦げちゃうのと、やっぱり端っこを溶かすと簡単にこう、このカルメ焼きが外れてくれるっていうのが。3つ同時にできるって感じね。これ結構焦げちゃいますよね。ああ、端とかが大きく膨らますとそこが火に当たっちゃってね、揚げ方に燃えちゃったり。それもそれで香ばしい感じのですけど、どっちがいいのか。この間練習してて発火したっていう。そうだ、発火してたね。お、重要なそろそろだ。ここが難関。なるほど。そこが何かこう茶色っぽくて美味しそうだね。ちょっと崩れてきて。あ、いい感じ。逆さにしてあげないと、バスコにくっついちゃって。そこはそこで取れちまったよ。すごい。おかしいです。大成功。これ並べるときどうしようか。そうだね。これ一回溶かして、で
この間に我々は本当だったら完成品を梱包担当のところに持っていく。はい。じゃあここを並べといて。あ、そっか。これ練習ですけど、まだ触らない方がいいですか。あ、手はダメ。手はダメです、ね。あ、手袋用意させるんだった。あ、ごめん。熱いですか。うん、いや、まあでも触れますね。すみません、これもやってます。わかりました。下手に言うと崩れちゃったりしますかね。膨らんでますもんね。ちょっと崩れちゃったの。あ、でも膨らみすぎちゃったのかな。おー。でも柔らかいと崩れやすいけど、でも食感は。よし。よし、大丈夫そうだね。じゃあこいついくらで売るかちょっとアピールを。こちら、もう一つ、100円でございます。なんか横っちょに何か書いてありますけど。ね、なんですか。ポップコーンも同時販売いたします。これはじゃあポップコーンもやってみますか。はい。はい。よし。じゃあポップコーン第2弾。はい。じゃあまずは自分が作ってきて。はい。どうぞどうぞ。じゃあ豆をね。豆が先です。うん、豆。はい。でも入れちゃいます。じゃじゃ。いい音だ。それで。でまあ塩でも油でもどっちだけでもいいよ。先に油。うん、そうですね。うん、塩は、ね。まあ、入れすぎなきゃ。大さじ第2ぐらい。あ、油がね。うん。まあこんな感じかな。はい、こんな感じかな、うん、天ぷらになっちゃうからね。塩入れば、はい、はい、塩、そのスプーン、あの、湯がい戻しちゃっていい。そうそう、よし、変化。誰か開ける？はい、今の覗いてみる。開けます？覗くだったらいいんじゃない、別に。おー、今なんか開けたら、はい、来た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 。あ、でもいい香りがちょっとだけ。ポップコーンが。あ、うん、来た来た来た。お、あ、お、え、跳ね始めた。来ますか。まだまだまだ。もうちょっとピークに来たら。そう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 。まだまだまだ。いっぱい溜まってるところ見たいのでね。うん、鍋の間から水蒸気みたいな見えてきて。あ、そっか。これ水蒸気。そう、止めちゃっておいて、ちょっとなんか様子見てみる。これ、あ、おー、美味しそう。めっちゃいいよ。いい感じ。はい。うん、おお。もういい感じに。あ、いい感じ。たくさんできます。すごいいい感じ。全く焦げてないね。で、うん、それで、おお。それをすくってここに並べる。はい。うん、手袋もう一つあった方がいいかな。上にちょっと、もうちょっとほら、こんもり。あ、うん、これね。通常ね、あの、よく売ってるやつよりちょっと一回り大きいのね。ああ、これくらいでいいですか。もうちょっと入れます。まあ、こう、うん、なんかちょうど、うん、そんな感じで、はい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 、本当は1人が2個手袋をつけてやった方が早いよりはかどる。でもこれ1個100円安いよね。そうですね、結構食べ応えありそうですもんね。これちょっとね、起きたくて実践販売やもんね。楽しいですよ、ね、本当に。化学実験の前でパンパン跳ねて。これですね。うん。これどこが化学実験なの、これ。結構どこね。水蒸気で。水蒸気爆発ね。これ言っちゃった。あ、でも。これで6でしょ。はい。で、これであといくつぐらい取れる。1つぐらい、2つぐらい取れる。2つ、3つ取れると思います。うん、よし、出来上がり。ってことは結構、1回で結構作れるのね。200で。200で8カップは確実でしょ。いったね。じゃあ、試食タイム。はい。じゃあ、食べましょう。いただきます。いただきます。いただきます。どれ食べます？やっぱ自分が作ったのを食べます。もちろん自分が作ったやつ。じゃあ、いただきます。はい、結構今回綺麗にできましたね。そうですね。あまり膨らみすぎず。うん。とか、とは言って。膨らまないこともなく、うん、ね、程よい、膨らんだら膨らんだら美味しいですけどね。うん、そうですね、食感がまた違うんですよね、これが、うん、焦げたとこあるけどさ、焦げたところは大丈夫なの。ああ、それはそれなりに、あ、匂いとしては結構カラメルって感じがして美味しい、うん、あ、いい感じだよね、うん、あ、美味しそうですね、うん、ね、裏面も、こんがり、ね、溶かしたところがこうなるわけだな。そうですね、うん、
はい、いただきます。香ばしい感じする？うん。カラメルって。ちょっと焦げてる部分も苦味があって美味しい。うん、めっちゃ甘いな。うん、こっちの食べていいですか？これも。はい、甘い。じゃあいただきます。いただきます。右手に甘いで左手にしょっぱい。贅沢。よし。作りたてってのはいいよね。そうです、ね。めちゃくちゃあったかい。うんうん、でもなんだろう、もうちょっと、ね、もうちょっと塩味きってもなんかいいよね。うん、やっぱり塩先の方が良かった。あ、油入れる前に塩と豆をなじませて。あ、でも美味しい。でもこれでいけそうかね、当日ね。で、あの今度のイベントなんだけど、いつだっけ？あ、ちょっと告知を27、我々がカルメ焼きとポップコーンを切ります。じゃあ場所とか時間はまた ブログを見てもらうってことでね。はい、はい、じゃあ学生が実演販売ね、臨時実験販売をやりますということでね、入るといいですね。はい、はい、じゃあお疲れさん。